今日は8月の10日、またアマゾンギフトいただきました。ありがとうございます。ありがとう。この2つポンって届いて、今ね、この上の箱だけ開けてみたんです。そしたらさ、ちょっとこの箱受けたよ。この中身がちょうどね、これね。えって思う、この包みね。何がえって思ったかって、何の緩衝材も入ってなくて、でこの段ボールのね、この間っこにこのね単四電池がポンって入ってたの。これにちょっとまず受けて、えと思ってね。そしたらここになんと送り状がね入ってたんですよ。でちょっとねこれを見て、どなたどなたと思って見てみたら友人からでした。8月10日必着になってるから、もしかしたら誕生日プレゼントかなと思って、下の箱はねちょっとこれから今から開封してみたいと思います。いつもさ、Amazon ギフトいただいたら開封した後にこうお礼のね何が入ってたよっていうのを言ってるんだけど、今日は初だね。この場で開けてみたいと思います。あ、ここからテープ開封くださいってここに書いてあるけど、でもそれやるよりな、こうやってカッターで切った方がさ、なんていうの、後々こうゴミが出なくてすっきりとこのまま段ボールゴミ出せるから、これでカッターで切ることが多いんだけどね。ダーダダーン、ほうほう、詰め合わせ、あ、ありがとう。すごく嬉しい長いメッセージが入ってました。これ読みは、ちょっと読みます。お疲れ様です。お誕生日ですね。大変な状況にあることを考えると、なかなか書けることが見つからずにいます。力になれずごめんね。とりあえずまた1年頑張ってくれてありがとう。友人のお名前が書いてあります。ありがとう。実はですね、今この荷物がトンって届いた、時にはちょっと半分意識朦朧として上でね寝てたんです。もう連日すごい騒音でね、きつくて、この箱の中身よりもメッセージで嬉しかったよ。ありがとう。涙がすごく今止まらない。取り乱してます。やっぱりそうね、なかなか私も友人にかける言葉がないぐらいですね。こういう状況で辛い報告しかできなくてね。でもかける言葉が見つからないと言いながら、素晴らしいメッセージをいただきましたよ。ありがとう。そして中身ね、中身早速このハンドペーパー使いたいよ。涙出てきちゃったもん。ちょっと涙ふきふき。ですね、このハンドタオル3つと、なんかすごくいろいろ詰め合わせになってる。ありがとう。あと、
ベーブ、これね、お掃除用品。あの、そうそう、これちょうどね、あの、また切れちゃうなと思ってて、タイミング良かったな。しかもこれ3つある、ありがとう。そういえば去年もね、これ去年もいただいた覚えがあります、ありがとうね。あとね、おお、匂いな、ありがとう。これね、あの消臭袋なんですけど、まあ動物の糞とかね、あの、なんていうの、お散歩をした時によく使うね、ものなんだけど、まあ、動物飼ってないけどさ、まあ、そこに風船のトラいるけど、いやそうじゃなくて、これね、あの私自身がトイレの、まあ、ゴミ箱の中にこれ入れて使ってます。ありがとう。案外これすぐ終わっちゃうんですよ。そう、それと、おお、乾電池がこれ単二と、これ炭酸だね、単二と炭酸、アマゾン電池ですね、どうもありがとう。で、なぜか単四だけ別つ口の、なんかさっき見せた箱に入ってたよ。なんで一緒にしなかったのかなって思ったぐらいだけどね。まあ、うん、まあ、そのちっちゃい箱のおかげでこの大きい箱を開ける楽しみもできたというか、うん、面白かったな、でも、うん、ありがとう。ちょうどね、電池もやっぱり大量消費でね、特に今炭酸がね、充電式に変えたはいいものの、なんか充電するのに時間がこうすごくかかって、びっくりするくらい時間かかるのよ。8時間ぐらいかかるので、結局この使い捨ての乾電池を使うようになっちゃってて、いや充電間に合わないっていう状態でね、うん、助かります。どうもありがとう、どうもありがとう。ありがとうの言葉しか出てこないわ今は、うん、友人もね、すごく大変な状況にあると思うんだよね、コロナ渦で。医療関係のところで働いているから、まあいろいろな世間の渦に巻き込まれてる感じがなんか想像つきます。そんな中でね、働いてくれてね、世の中の人助けて、そして私にもこうやってね、ギフト送ってくださって、素晴らしいなと思います。どうもありがとう。そしてまた、お互いに1年頑張りましょう。